はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん、元気ですか？お昼のね、ライブでこれちょっとやりかけたんですけど、これはこれでね、ちょっと時間置かないとダメなんで、その間にね、違う仕事、こちらのね、ジュニアのキャッチャーミット、全紐買いでございます。ご希望は、オレンジの紐に変えますよということでね、こちら、順繰りにやっていきたいと思いますけれども、今日はそうだな、まあいいや、ちょっと考えまーす。はい、じゃあ順番にね、やっていきたいと思いますけども、まずはね、レース全部外しますね。畠山さんはね、ちょっと変わったレーシングもあるんで、まあ、ここはね、まあ、変えてもよしとして、ここだね、この辺さ、あれなんだわ、なんていうの？ちょっと違う。ここの処理はね、みんな違うんだわ。なあ、どこのメーカーもな。どういう風に止めても止まってりゃいいんだけど、これは、こっち側の、小指側のやつをね、ぐりぐりって、回して、あれ、そうだよね。そうだね。こう。あれ、違うの？これ邪魔だな。これなんだ？あ、これあれか。これが、そうだな。これが、この、あれだ、パームレースだ。だから、ん？こう、あ、これだ。これね。この小指側をクロスさせて、こう、鬱陶しいな、切っちゃおうか。まだね、手がね、3月になってあれが、竹伸出性鋼板の影響で、爪がね、治ってなくて、今ちょうどね、爪弱いとこ来てるから、あんまりこうグッてやると爪がゴリって曲がっちゃうからやりたくないんだけど、うん、めんどくさいな、もうバラすか、もう全部な、うん、でこっちはあれだな、そうでもない、もうカリッカリだな、結構いい紐入ってると思うんだけど、これね、畠山さん得意のこの、これ各社さんね、やり始めたけど、これ特許か、特許か自重新薬かなんか知らないけど、切れたんだって。やると思うよ、みんな。うん。そういうのあるんだよね。パクリまぐりかと思ったらそうでもないんだ。肝心なところは。あ、ウェブ外したらよかったか。まあ、なんか今説明しようと思ってね、そこを言っちゃった、これ外しちゃったんだけど。外しとくか、めんどくさいもんな。しかしこれちょっと、掃除はちょっと受けたまってないけど、掃除するとプラス5500円になるから、税込みね、受けたまってないんだけど、ちょっと汚いよね、どうしようかな。ちょっと時間があればね、多少は最低限はね、ドロー落としとかやるけれども、ただでね、やれないんで、一応商売だから。今日なんか言おうと思ったんだよ、なんだったっけな、忘れちゃったな。さっきのウィルソンの久保田のやつじゃなくて、これ磨きたいんだけど、ちょっと置いとこう、仕事は優先だ、うん、まあこれもね、時間までしかやれないけど、もうちょっと時間いっぱいいっぱいになっちゃったからね、マネジメント、時間のマネジメント難しいよね、ついなズルズルなっちゃうんだな、こういろんなことを適当に時間区切ってやっていかなくちゃダメなんだけど、ダメだよね、頭悪いからさ、やりだすとさ、一つのことをガーってやっちゃうから、あ、しまった、あれやってないとか言って、だからさ、納期管理とかも非常に苦手なんだわな。
発注、したのに、どんでっつって、手違いやったのみたいなさ。まあ、それに、最近じゃダメなんだけど、じじいになってから気づいたから、自分がね、それダメだっていうのをね。自分って自分のことしか分かんないからさ、人はどういう風が普通なのか分かんないでしょ。だから、普通が分かんないから、あ、普通じゃないんだ俺と思って。これできないんだこれ。苦手なんだと思って。なんでできないんかなと思ってたけど、苦手なんだ。でも苦手はあるからね、みんなね。うん。苦手はもう仕方ないよ。長所を伸ばすしかないからね。長所はもう、がっつり、やり始めたら集中することだから、それを、その、長所を伸ばす。そんな小学生みたいなこと言ったら怒られるからな、今頃な。うん。でも、がっつり長所を伸ばすってね。うん。そんなね、苦手なことを練習してる前に長所を伸ばした方がね、人生いいと思うよ。だって苦手は苦手なんだもん。ね、目悪い人に目良くなれって言ったって練習しても多少良くなるかもしれないけどさ、それ以上そんな急にダメなんだから、それよりも鼻がいいなら鼻の能力を伸ばした方がいいよ。何言ってんだろうですね。もうちょっとあれ、仕事も終わりで、夕方でみんな一杯やる時間だからさ、ほら、ちょっと入っちゃったから。弁舌軽やかとは言わないけれどもね。いらんこと言わんよ、気をつけよう。あ、なんか変なとこ引っ張ったぞ。そう言ってる間に。あ、これはこれだ。こっちだな。あれ、こっち、え、こっちだ、こっち、抜けたのか。あ、これか。そうなんだよな。畠山さん、ちょっとここの通し方違うんだわな、普通と。見た目一緒だけど。うん。ほんで、こっちだよ。こっちか。あ、砂が出てきた。これがな、砂砂になって嫌なんだよな。よいしょ。切っちゃえば。どうせ全部変えるんだから。なんかこれ、紐ほどきながらぐじぐじ言って終わりそうだな、今日はな。ストレス解消してるだけって話じゃないか、これ。動画を使って俺は喋って。ね。いろんにね、あるんだわ。みんな悩みがあると思うけど、まあ悩みはないけどさ、大変なこと？物理的に大変なことね。うん。まあ今月も支払いちゃんとできたし、まあ、それはね、よかったんだけど、来月の心配ちょっとしてるんだけど、大丈夫かなっつって。うん。もう支払いに追われる毎月だね。うん。それが人生だ、俺の。クイズパーフェクションじゃない、何だっけ？ゲームパーフェクションか。あったよね、なんか。チリチリチリって。タイムが、終わる前に、なんかするゲーム。ああいう感じだよね。油断してるともう、沈没しちゃうっていう。何？あーっと、こっち行くか。でね。うん。よいしょ。ミットは、レーシングちょっと複雑だけど、その、物自体は単純な構造だからね。表と裏だけだから、ライニングとかもないし。あ、でもこれ、シェラームーブのやつか。まあいいや、後で。グリグリ。まあどうせ夜のプレミア公開の動画はね、メンバーさんが見てるだけだから、俺が喋ってればいいんだ。別に。もうみんな、それ見たし、俺、やったし、その修理みたいなことになってるから、なんでもいいんではないようかな。うん。みんなが寄って、チャットして、ふーんっつって。全部バラすまでやる？まあ、どっちでもいいんだけど。ねえ。よいしょ。これも再生の、あれだな。シーンだな。うん。グリグリしてるからなんか。違うのか？再生だよね、これ。これ純粋、でも再生だよね。うん。多分、そこ
しっかりしたいい皮だったんだろうけど、マザラシとかにしてるなこれやな、まあ、ちょっとだけ油、まあでもね半端にやるとな、やりかけると全部やっちゃうでしょ、ただでやっちゃうってわけにいかないから、だってお金払う人も申し訳ないでしょ、 あ金払わなくてよかったなみたいなことになっちゃう、やりたくなっちゃうけどね、やらないよ時間かかるし、磨きが、掃除磨きが一番時間かかるから、ね、よし、でここね、でここもね薪のね方向があるんだけど、メーカーによってどっちでもいいとは思うんだけど、そんな変わらないと思うよ、わあ知らないけど、その作る人のでここね、何これって形になってるでしょ、だからこう切れにくいようにこのバインディングがここに入ってるんだろうな、入っててそれを巻き込むようにして切れにくくしてるんだけど、だからここで一回あのくるくるって休憩しないして逆巻きになってないか、順巻きか、順巻きだな、同じところに通してるだけか、毎回なんかそうだったなと思ってる、忘れちゃうからさ、こう来てこっち行くところをもう一回通してからこう行くんだな、うん、そういうこと、そうするとここがここほら避けてる人多いでしょ、縫ってくださいっていうね修理したことあるけど何回もね、まあ当て返して縫うだけ縫うけど、まあ、そこまで来てるやつはもう多分この辺整理してなくて、これもそれなりかけてるけど、汗でカリカリになってるから汗かいたらそこは乾かしてオイル塗っとかないとなっちゃうんだな、なってから言われてもさ、できませんってまあ気分によるけどやる気の時もあるけどさ、やる気ない時もできませんっていう、まあ個人商店で私しかいないので、私一人店長だから、やるもやらんも私一人の判断だから、やりたかったらやるし、やりたくなかったらやりませんって言うから、よいしょ、上司がいる人は大変だよね、なんでなんでだ、どうなのこうなのって言って稟議書とかいろいろめんどくさいのがあるしね、うん、見張られてるから、俺誰も見張ってないから、お客さんに満足してもらったらそれでいいんだからね、いやまたいらんこと喋ってるな、喋れないようにしないと、でもさ喉乾くんだな、喉乾く、この前も言ったけどさ、喉乾いてさジュース買うよりビール買う方が安いから、もう夜でみんな一杯やってる時間だからね、もう飲んでも大丈夫でしょうってね、うちの近所のあのスポーツ屋さんの親父は 早くにね車椅子になって亡くなったけど、もう昼から飲んでたからね、こういう仕事だと自由だからね、飲んじゃうんだわ昼からな、好きな人は、そうすると頭が切れちゃってさ、血管が、これで帰らぬ人になるんだけど、家族の人に聞いたら、いや好きなことして亡くなったから幸せなんじゃないのって、ああそうだなと思ってね、うん、まあでも俺もちょっと長生きしたいから昼間は飲まないようにして、夜はこの時間もいい、あこれここで止まってるんだ、今度ポケットレースのインレースだよね、これアウトレースじゃなくてインレース、アウトレースの方がいいんだけどなと思うんだけど、だって修理すればここ破れないから、レースがすり減って本体がすり減るの防ぐからね、あこれ後にしよっか、まあいいかこっちのヒンジあれがあるから、なんとか時間内に分解できそうだね、分解できるやつ前もやったけど久々かな、よいしょ、アレクサー今何時、午後7時25分です、おうおお、編集時間も考えてまあいつもよりは順当か、よいしょ、
パラパラにしてこうなんですって言ってね、いつもの話だけどお話しして終わります。シェラームーブの格好だからちょっと違うけど、基本ね、あ、これ縛るタイプだな。キャッチャーミットは表と裏っていうかね、構造自体は単純だから。で、ここね、キュよいしょ。今日も暑かったよね。これからちょっと多少週末に向けて天気が崩れてくるらしいから涼しくなるのかなと。俺中通ってるやつか、ここ通ってるやつ、中通ってるやつあるからね。まあどうでもいいんだけど、中通って通しづらいんだなこれな。まあ、愚痴ばっかり言ってるけどね、人生愚痴ばっかり言っちゃダメだよね。バスモールさんに笑われるわはい、あとヒンジだけ。ほら単純でしょ、こんだけだから3枚ね。これパッド入れ抜いたら2枚だね。これどう止めてる。うわー、これなんかぐちゃぐちゃに止めるやつだな。あ、これこれ、いつも言ってる三連のやつ。一本一本ね、切って止めてるんだわ、つなげないで。これな、めんどくさく切っちゃえ、電気もこえだから。ほらここね、縛ってあるでしょ。ここ縛ってあって、もう一個縛ってあって、もう一個縛ってある。これめんどくさいと思うんだけどな、これ好きなんだね畠山さん。まあいいけど、俺には関係ないから。どういう風に止めたってそんな変わらないか。ここはヒンジのとこね。じゃあバラしておしまいにしよう。明日まで一気に組み上げよう。明日ライブしよっかな。時間がな、お客さん来なければいいんだけど、来なければ困るんだけど、修理があるときはね、ちゃっちゃと買ってちゃっちゃと帰る人はいいんだけど、ぐじぐじとお話ししてるとね、時間がなくなっちゃうから。もうそういう人はもう、あれだったら、お得意さんだったらね、お話してる間に修理しながらお話しするっていうねパターンなんだけど、まあでも時間がないのはないわな。あー、これな、ちょっとな、油塗りたいな。ちょっとだけ塗っとくか。よいしょ。これでコンベンショナルだとこうやりやすいんだけど、これかぶったファーストバックのタイプ、これはシェラムーブのタイプとかだと、これ開けられないから奥がやりにくいんだよね。じゃあ構造いきます。まずこれが受給面、ただのっていうか、ここは1枚の革です。でその下に芯が入ってます、パッドが入ってます。綿抜いてくれっていうのはこの辺のやつをね抜くことだけど、あんまり抜きたくないけどね。でこっちがライニングはないんだな、だからこれが貼ってあるだけなんだ。これね、だから痛くなかったらこれでキャッチャーでいいんだけど、痛いからってこうしてるね。これの、じゃあちょっと掃除だけするか。ちょっとな、グリスもちょっとつけとくか。損しないようにしないとね。どうだ、ジュニアモデル。竹山さんミッド屋さんだからな、いい革選んでると思うよ。しっかり止まってるな。ここの裏のね、皮がね、上手に処理してあると思う。なんか、やっぱ違うな。うん。ありがとうございました。